いっぱいありがとう。おめでとうもギフトも。キヨさん、大きい花火の花火筒。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ありがとう、いっぱい。中さん、くまちゃんのタワーありがとう。おめでとう、ありがとう。先ほど発表があった通り、 SK48 の33枚目のシングル告白心拍数の選抜メンバーに選んでいただきました。初選抜、やっと皆さんに言えました。ありがとうございます。やっと言えた。本当に長かった。ちょっと今本当に帰ってきて SNS の更新とかしてたらこんな時間でわたわたしてました。なんかすごい周り、何これ、お祭りさん、お祭り、すごい、一番大きいやつ、むずみっち、お祭りありがとうございます。タワー2本分のエフェクトすごかった今。何これ、すごい、ちょっと見逃してたらごめんなさい。またバグで見えない時ありそうな気がする。さとっち、大きい花火のタワーありがとうございます。ちゃんと合ってるかな。すごい、いっぱい、嬉しい。おめでとうがたくさんで嬉しい。みんなずっとドキドキしてたよね、絶対。どれマイク、なんか話したいことがありすぎて何から話せばいいかちょっとわかんないんですけど、でも一番すぐに伝えたいことはあのメールに送りました。私のことをずっと愛してくださってる方に伝えたい言葉全部いたので、ちょっと読んで今の私の気持ちを、伝えられてたら嬉しいなって思います。本当に今回選んでいただけたのは応援してくださるファンの皆さんのおかげで、今回初選抜として入れたので本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。本当に感謝してもしきれないぐらいの感じで、何回もありがとう、ありがとうございますって言っちゃうんですけど、受け取ってください、全部。ね、いっぱい。ギフト。ミヤ、くまちゃんのタワー、おめでとう、ありがとうございます。あと、ケーパパッチ、くまちゃんタワー、ありがとうございます。こんなにおめでとう言っていただけて本当に幸せです。千年のくまちゃんのタワーありがとうございます。メール読んで泣けた、よかった。伝わったってことかな。
嬉しい。配信で喋った時に本当に震えてて、でも絶対泣かないって決めてたので泣かずに最後までできてよかったです。いっぱいギフトありがとうございます。こうやってお祝いしに行くね。ありがとうございます。こんばんは。私実は配信後大雨で髪の毛と洋服がびちゃびちゃで SNS 見たり更新しながらドライヤーで乾かしたんですよ髪の毛を。で今結構ボサボサ状態で申し訳ないんですけど、でもいち早く皆さんと一緒にお話ししたりしたかったのでショールームやりました。なので実は私まだ MV を見てなくて、今初見の私の反応を見てほしいなと思って、多分皆さんはもう見たと思うんですけど、そう配信終わりすぐに MV 公開されてて、でも大雨だし帰宅をしててちょっと見れませんでした。みんなも見てくれたら嬉しいな。今すぐさえ出てきた、嬉しい今から見よう。 MV は今から初めて見ます。田辺、田辺っち、くまちゃんの大きい花火ありがとうございます。かわいい、初めて見た。想像以上にキレキレ。そうなんです、本当に今回ダンスナンバー曲でメンバーみんなも本当に過去一っていうぐらいダンス曲、激しい曲です。今から見ます。広告流れてきた。わあすごっちょっと今 MV 見てるので初めての出た、ラブサヤです。待って、見てるとさギフトが読めなくなっちゃう。ギフトもいっぱい、おめでとうもありがとうございます。ごめんなさい、前 MV 見てます。ごめんなさい、初見です。ここに置いとこう。ちょっとかわいい。本当だ、意外と映ってる私今見てます。ごめんなさい、今 2A です。私がカメラ担当、ギリ映ってないです。こんばんは、こんばんは。
かっこいい。ラッサビ。めっちゃ揃ってる。すごっ。クマさんかっこいい。本当だ、最後私映ったびっくり。ごめんなさい、後でいっぱい見ます。今ちょっとショールームなので。初めて見れました、ありがとうございます。見てる間にいっぱいコメントありがとうございます。選抜おめでとう、ありがとうございます。ギフト大丈夫かな。あー、このお祭り、ちょっと待って、魚持っちゃってる。ひょう、お祭りのたくさんタワー2本の、ありがとうございます。ひょう、すごっ、何このエフェクト、初めて見た。いっぱいありがとうございます。皆さんも1回以上見てくれたかな MV 初選抜おめでとう、いっぱいありがとうございます多分みんな気になることが多いよね。何、一番はあの今回本当に大好きで憧れの佐渡香穂さんと一緒に選抜に入ることができて本当に嬉しくて、であとは今年の生誕祭でもお話ししてたスピーチで、まあはっきりとまでは言ってないけど、メールでとかトーク会でよくお話ししてたラブリンさんと一緒に選抜に入るっていう目標が今回2つ同時に叶うことができて本当に嬉しかったです、ありがとうございます。しかも今回皆さんもお気づきかと思いますが、ラブリンさんと新名です嬉しい、これも早く言いたかったの、嬉しい。一緒です、とかおさん、ラブリンさんと。ラブソヤファンの方には愛のホログラムの時、次は一緒に入れるといいねっていうお話をすごくしてて、私も追いつけるように一緒に入れるように頑張ろうっていう気持ちで今回ね、前回からファンの皆さんと一緒に頑張って駆け抜けてた期間だったので、今回目標も叶えられて嬉しかったです、ありがとうございます。今日で521日目、ありがとうございます。ケイタ、あーすごい、お祭りタワー2本の、ありがとうございます、嬉しいよ、おめでとう、ありがとうございます。なんか今ぴったりお祭り嬉しい。アイショールームですごいさ、配信した時に泣くかなって思ったの。でも今意外と涙最初だけで、あのですね、選抜入りです、おめでとうございますってマネージャーさんから言っていただいてから今日の発表まで2ヶ月あったんですよ2ヶ月、約2ヶ月もあのファンの皆さんのことをあの内緒にしてた期間が長すぎて、その期間で私はずっとファンの皆さんにどう伝えようかなとか、メール、ブログ、他の SNS で発表の仕方、文章をずっと考えてて、その考えてる時間に
文章打ちながらめっちゃ泣いてたんですよ。多分それがもう出し切ってる感じですそうなの、もうずっと泣いてた。外でも時間が空いてる時にこの文章大丈夫かなっていうことを考えながらメモしてて、ずっと家で泣いてた。まあ一番はすぐ家族に電話で報告したんですけど、お家帰ってきて、次に報告したのが愛病のハッピーで、SK に加入してからずっと一番支えてくれてたカラーそばで、本当は初選抜の時にそばに行ってほしかったけど、それは叶うことができなかったんです。でもちゃんとすぐに伝えられてよかったですめっちゃ泣いたね多分ハッピーにも届いてると思います一緒に見てほしかった、そばで本当はね。でもちゃんと乙女シェルク琥珀にも報告しましたそれも込みで早く地元実家に寄ってちゃんとお参りでね報告したかったけど、なかなか帰ることができず、名古屋からだけど報告はしましたよかったですやっぱ一番ハッピーあれだね涙が出てくる。ママにも電話した時に、おばあちゃんに言ってほしい、言おうかなって言ってたんですけど、多分さやかの口から言った方がいいよって言われて、後日おばあちゃんにメールして、ママと会った時に YouTube で MV を見てもらおうと思います嬉しい、本当に。喜んでくれると思います。会った時やばそう、めちゃくちゃ抱きついて泣きそう、おばあちゃんね、CD も発売されたら大体手渡しで渡すのでとても楽しみです。こんばんは、こんばんは、おめでとう、ありがとうございます。少しずつ親孝行というか、たくさんスキーに入ってから伝えられてる、恩返しできてるかな早く私も手元に欲しいですもん、自分が写ってるジャケット写真のCD。 みんなごめんね、みんな親孝行できてる、よかった。そうです、これだけじゃなくてこれからもたくさん恩返しできるように頑張ります。もちろん家族はそうだけど、ファンの皆さんのおかげで本当に今回入れたので、ファンの皆さんにも感謝の気持ちを忘れず、
恩返ししていきたいなと、 SK48 のためにも全力で活動していきたいなと思います。おめでとう、ありがとうございます。本当に嬉しいよみんな。今日寝れないかも、みんなのコメントとか見て余韻に浸りつつ、やっと言えた。これに尽きるよね、やっと言えた2ヶ月。あとは、まあ、これからもうあとちょっとかな、ブログ更新できたらするんですけど、ひなの届いたかな。実は言ってないんですよ自分の口から。喜んでくれると嬉しいな。キユキ今回2人、私と冬ちゃん2人が初選抜入りしたので、ギフトいっぱいありがとうございます。ちなみにまだ見れてないんですけど、私の大好きな先輩ミルクの先輩からも今 LINE 連絡が来てて、おめでとうって。家族も友達からも今連絡が来てます。ちょっとまだ見れてないですけど通知は見ました。きょうちゃんも来た、ちょっとまだ見れてないんだ。マイケル、あ、マイケル、きょうちゃん、タワー、ありがとうございます。きょうちゃん待って、帰ってきて2匹に、ただいまやってない。ただいま、おとめ。おとめにはもう早くから言ってたからね。発表できたよ、おとめやっと。ありがとうございます、たくさん。みんなも今日寝れる？でもそっか、今日土曜日だから明日お休みの方が多いのかな。余韻に浸りつつ、皆さんも MV をたくさん見てコメントも拡散もしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。寝れる？逆に寝れる？幸せな気持ちで寝れる、よかった。嬉しいな、本当に一安心、ほっとした気持ちです。今は発表できて、今回選抜ね、神奈川出身が私と倉島さんの2人なので、より地元の大好きな神奈川の CD ショップにもたくさん、今回の SK48 の告白心パックス並んでくれたら嬉しいな。ね、去年じゃないか、あれ、愛のホログラムでは、ソラゾーナ川崎だっけ、CD のリリースイベントやってて、今回はどうなのか、神奈川でできたら嬉しいなって思ってます。そう、直近でみんなにお会いできるのが9
9月の愛のホログラムの追加の現地でトーク会握手会でもう結構早めの段階から完売させていただいてるので皆さんのおかげでちょっともうこれから予定が組めないんですけど、でも次の告白心拍数のトーク会もさっきの配信で発表があったのでその時にもたくさん会ってお話できたら嬉しいです。感謝の気持ちがすぐに9月に言えます、はい、そうオンラインロングトーク会もあるので楽しみです。顔見たら泣きそうでやばい。多分私もそうなっちゃう。ハンカチティッシュ用意だねみんな。嬉しいな。ね、今回初選抜で9期生もう中堅ぐらいで6年目になる気だし年齢も2人高いじゃないですか。私も25歳でもっと若い期若い年の子が入った方がいいとかね、いろいろ含めてなんでって思う方も多分というか必ずいるんですよ。もうすでに見たこともあるし、でもそう思ってる方がいるのは仕方ないことではあるので一応飲み込んではいるんですけど、でもいざ見るとやっぱ悲しくなっちゃう気持ちは人間なのであるですよ。でもその方たちに納得してもらえるようにあの皆さんにも認めてもらえるような選抜メンバーらしい選抜メンバーに選ばれてよかったなっていうメンバーになれるようにこれからも頑張るので見ていてください。よろしくお願いします。つければいいんだよ、はい、もう結構ね意識は本当に変わりましたね。マネージャーさんから選抜入りですっていう報告をいただいてからうれしいです本当に。私のことを好きとか応援してくださる方が私は本当に大好きだし愛をたくさん伝えて楽しい嬉しいこれからも上を目指していくっていういい景色を一緒に見たいのでその方たちと一緒に頑張ります。ね、そうです。これからです。MV 見てさ、MV 撮ってた時のことをすごい思い出す。今日も配信で目の前に里川さんがいて、ああ一緒にいるっていう本当に嬉しくなった。これが選抜入りかと思いましたね。本当にめったに里川さんと一緒にいられる時間がない同じ空間にいる時がないのでチームも別ですし一緒にお仕事もできないのでなかなか恥ずかしかったです。普段一緒にいないからフフフフ。
でもまだメールでさっき送ったけど話し足りてないこともあるので、明日以降また私の熱い気持ちのこもったメールを送るので待っててください、受け取ってください。ごめんね、ただいまできてなかった、寝ちゃう、シルクさん。シルクいるね、ほら。2匹はずっと近くで私の話を聞いてくれてます。いくらでも受け止めるよ、ありがとう、ありがとうね、みんな。あと何話したいかな、本当にありすぎてごちゃごちゃになっちゃう頭が。一旦冷静になった方がいいよね、数日置いてから。告白心拍数なんていい曲名、曲歌詞リズムダンス衣装なの。今回パンツスタイルでね、白とシルバーのをみんな一緒の衣装でかっこいいよね。自分の好きな色を白黒白が入ってるし、サイリウムも白だし、猫たちも白だし。今回白が貴重で嬉しかった、白とシルバー。全バズアップの心拍数やばかっただよね、私もです。配信始まってすぐに選抜メンバー発表されてくじゃないですか、メンバーのアーシャと名前ドンって一人目から初選抜メンバー一人目に私が名前出てきて、私もそこですごい心拍数上がってました。コメントが見れてなかったので、みんなにどう思われてたのかなとか、ちょっと YouTube アーカイブ見れるのかな、コメント欄も見れたら見たいけど、アーカイブでのリアルタイムのコメントはもう見れないのかな。祈ってた、ありがとう。叫ぶ。嬉しい、ギフトいっぱいおめでとうもありがとうございます。そう、初選抜です、ありがとうございます。あ、コメント見れる？見ます、今日は寝れないので確実に。私 SNS ってさ、見てたら一瞬で時間過ぎちゃうじゃん、しかも1時から5時の間って一瞬。見逃しちゃった、後で見てくださいぜひ。見ます、私も。選抜おめでとう、ありがとうございます。本当はさ、みんなも見たかったな、初選抜で私の名前が出た時にみんなの反応が。うわぁ、中継とか してるかな。動画撮ってる人いない？いないね。トーク会でどんな感じだったかたくさん聞きます。
みんなの反応が気になる。なんかすごい島民の方、私と同じく涙もろい方がたくさんいるので、泣いたよっていうコメントがたくさんあって嬉しいです。嬉しい涙だから嬉しいです。悔しいほど涙はもう今までたくさんしてきたので、一緒に泣くときは嬉しい涙がいいってみんなと一緒に言ってたし、それを願ってたので今回できてよかったです。ね、みんなの顔直接見たら安心と嬉しさで泣きそうだよね。声出たかと思い、嬉しい。 SK 受かった時ぶりに嬉しい。確かに確かにそうだよね。あの時も合格発表後すぐに配信してたので、会場で一斉にみんな9期生かおりさんにも話せるね。実は結構ボートレースのお仕事をさせていただいてから、かおりさんと一緒にお話しする機会が増えて、ルカさんの卒業公演の時もいらっしゃったじゃないですか。その時にも頑張ってねとか応援のコメントいただいてたので、おとといボートレース玉川どちゃんこ TV 配信 2,3 ヶ月ぶりに一緒だったんですけど、その時に選抜入りしましたっていう報告は実はしてました。そうおめでとうって言ってくださりました。喜んでくださったそうなの。そう、直前まで迷ったんですけど、でもやっぱお話ししたいと思って香織さんに言いました。同じやっぱチーム K2 ですし、大先輩だ。これからも多分配信でボートレースのお仕事でお会いしたりお話しする機会が多いと思うので、すごい相談乗ってくださりそうとっても優しい方なので、いろんなお話を多分します、これから。ギフトいっぱいおめでとう、ありがとうございます。せまつおめでとう、ありがとうございます。あ、そう、私が初選抜ですってマネージャーさんに教えていただいてから、メンバーにはすぐに連絡したのはラブリンさんです。そしたらすぐにラブリンさんからも返信が来て、はいメンバーには私ラブリンさんにしか言ってないです。そう、ラブサヤです。喜んでくれた里川さんには連絡しようと思ったんですけど、なんかおこがましいと思っちゃって、また変な私の気にしが出て、ですが里川さんから連絡くださりました。そう、しかも言っちゃうと先に電話が来たんですよ。で、私電話来た時湯船に浸かっててこれは出るタイミングじゃないと思って出れなかったんです。そしたらすぐに LINE が来て、そう、選抜おめでとうっていう言葉をいただきました。本当は電話が良かった。悔しい、なんであの時間に私お風呂入ってたんだろうって思っちゃいました。けど本当に嬉しかったです。好きな先輩、憧れの方に言っていただけるのはやっぱ特別な
思いがありますよね。ギフトありがとうございます。そうなんです、タイミング悪すぎました。頑張ってください、ありがとうございます。嬉しいな。これからね、選抜としてお仕事をさせていただく機会もすごく多くなると思うので、本当に気を引き締めて楽しみつつ全力で頑張っていきたいなと思います。だから周年コンサートもより楽しみですね、皆さん。ね、ね、歌番組にも出演したいです。はい、こんばんは。で、何にも方にも体調気をつけてねっていうコメントありがとうございます。気をつけます。とみちゃん、なんかもうさ、発表から乾杯してる方が多くて嬉しい。私の嬉しいことは嬉しいよって言ってくれる方多くて幸せですね、本当に。家族にも早く会いたいな、まだ会ってないんです。選抜入り報告してからみんな泣いてくれそう。多分今日も泣いてるもん。配信見てて。嬉しいな。飲んでる、だってもう。かわいい、リンゴジュース。美味しいね。失敗しながら毎日見てた。嬉しい、勝手にやってるよ、ありがとう。ね、今日は本当忘れられない日ですね、皆さん。もう時間ですか、もしかして。あと6分だ、早っ。これさ、全員読めるかな。タワー送ってくれた方、やばい、このすっごいキラキラがいろんなとこに行っちゃってる。読めてない方いたら本当にごめんなさい、またバグかな。あと5分。1位ケイタ、くまちゃん、お祭りのタワーたくさんありがとうございます。サイリムもいっぱいありがとうございます。2位ヒョウ、ヒョウもこの大きいお祭りのギフトタワーありがとうございました、初めて見た。3位むつみ、むつみっちもいっぱいありがとうございます、このお祭りタワー2本のギフトありがとうございます。ここからが違うかな。4位キヨさん、タワー花火ありがとうございます。今回見れました、ちゃんとバグはなく。5位フルハウス、タワー、クマちゃんだっけ、ありがとうございます。待って、時間あと4分いける、ランキング合ってるのかな。
初見の方もありがとうございます。6位顔面国宝、ありがとうございます。え、読めてなくない？ギフトまだあるよ。だよね。どこだ。7位チェンレンタワー、ありがとうございます。見えてました。8位ケパパタワー、ありがとうございます。9位慎太郎、え、8位までかな。9位まで、あと4分ある。10位サトッチ、あ、ギフトだね。タワー慎太郎サトッチ、ありがとうございます。11位ミヤ、ありがとうございます。タワーありがとうございます。12位田辺タワーありがとうございます。13位中タワーありがとうございます。14位のマイケルタワーありがとうございます。までかな。デメキン皆さんもギフトおめでとう、ありがとうございました。ちょっと気持ちはまた書くので読んでください。 SNS メール、あれあと3分もある。本当に改めてファンの皆さんのおかげで今回の33枚目の表題曲告白心拍数初選抜選んでいただきました。本当にありがとうございます。本当にやっと6年目9期生夢が叶いました。今回のシングルモンファンの皆さんと一緒に楽しい期間を過ごしていきたいなと思いますし、大切な楽曲がまた増えてたくさん SK48 のために貢献できるようにたくさん盛り上げていきたいと思いますので、ついてきてくださると嬉しいです。 MV も公開されたのでたくさん見てコメントも拡散もしてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。配信終わったらいっぱい SNS 見ますみんなのお祝いコメントちょっと全部いいねしたいんですけど、バグりそうでできないんですよ、ごめんね。でも全部絶対見るので、はい、本当に今日はいい報告ができてよかったです。ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いしますみんなもゆっくり休んでください。あと1分、ありがとうございました。本当に幸せです。たくさん恩返ししていくので待っててください。ありがとうございました。みんな大好きよ、ありがとうございます。おやすみなさい、バイバイ。あ、スクショ。これで終わりにします